しょう。どうも皆さん、ごきげんよう。いやー、元気ですか皆様。ただいまご紹介に預かりました。鹿児島県伊佐市からやってきた、ショーン・ケイです。やっぱりあれね、ミッチー。やっぱりさ、ショーン・ケイが大して売れてないから。わしが滑ったみたいになってるじゃないか。もうだいぶね、忘れ去られてきたからね。忘れ去られてる。もうだいぶ古くなってきたネタが。だってさ、ご当地キャラもさ、やっぱり一発屋たちに負けてるもん最近。そっか、一発屋に。そうね、ねキング、私ね、打ち合わせでね、次のステージに来るキャラさんは、白い子と、白い子2人来てキング来るよって話は聞いてるんだけど、なんか視界に茶色いのが見えるんだけど。そうなんです。気のせいだよね。さすがです。もうね、あの喋るキャラを凌駕する動きを見せるのは、カタルと新庄くんですから。あ、そうなんだ。はい、新庄くんでーす。どうも。新庄くん、どうした？だからといって何をするわけではないですね。そうなんですよね。はい、今日ね、皆さん見ました、新庄くん。アテンドのお兄さんが、なんと、マイクを持ってね、マイクを持って間をつなごうと必死に頑張ってました。そうなの？はい、そうなの。あのね、だから雨降るの今日。あのね、ミッチー、何、新庄君、皆さん、マイクの無駄、あのね、ハンドマイクだい、あれ大丈夫なの？ちゃんと、公務員だけどさ、ちゃんと記載してあるのかな。多分ないね。え、あれマイク代無駄ですよ。で、キング、何、あのね、ふにゃし来たらしい。もう早いな、めちゃくちゃ言うな、お前ら。あのね、ちょっとみんな聞いてくれ。そもそもだ、ふにゃしのステージって聞いてて、ああそうなんだ、遊びに行きますよぐらいだったんですよ。来たらなんとキングにかかってます。わしのステージじゃないか、そしたらこれね、新庄くん。何だそのうなずきは。何だそのうなずきは。うなずいてねえじゃねえか、こう。うなずけや、もう、そうなったらこう。ねえ、新庄くん。腕上げましたね、あなたも。もう、同期ですからね、ここ、同期。ね、白川出てきていいよ。あ、もう、じゃあ白川出ておいで。大丈夫、この主役は、これやっぱりね、主役は目立つように出してあげたいから、一応ホストキャラさんの白川巻で。白川です。はい、皆さん拍手。はい、白川。やっぱりね、白川人は白川ですから。そうそう、なのでね、今日はね、ねえ、来ていただいた。いや、よかったよかった。ちょっと白川、雨降ってきたよ。雨降ってきた。ちょっとポツポツ。マジで。ね、あれはもう雨でもマイクで喋ったからですよ。そうだね、あの人のせいだ。そうだ。じゃあそろそろ呼ぼう。そうですね、皆さん会いたいと思います。はい、お待たせしました。あ、それでは登場していただこうと思います。ふにゃしー、はい、はい、ふにゃしーです。
ね。十分だよ、十分だ。もうね、後ろの子たちもどうしたらいいのか困ってたからね。もうほら、こんなにくたびれて。さすが、白川市の PA ですよ。一番笑いを持ってきましたね。ね、ひたすら踊らせるという。あの、さあ、ふにゃしーって言ったら、黄緑色のやつが出てきて、そっちの方がびっくりしたの。本当だよ。色が違うわ、さっきから言ってた白い子が来る、白い子が来るって言ってんのに、ね、黄緑色が出てきた。どんだけ自由なんだ、こいつが。このステージ自由すぎじゃないの。自由すぎますよ。だって、聞いてないことが多すぎる。そうね、じゃあもうほら、あそこに座ってるカラワン君とかも呼べよ。カラワン君は客席が好きなの。客席が好きなの。そうそうそう、カラワン君はお客さんと同化する感じが。あ、そうなんだ。お前は三段自由だな、ほんと。九州の先輩だぞ、お前。そうだ ね、結構先輩だよね。ねえ、すごい、うん、もうこんだけキャラさん登場してるし、うん、キングもいるし。そうですね。私、いらなくない。いやいやいや。いやいや、もはやね、皆さん、ミッチーといえば、ね、そろそろあれですか、背中にチャックが。あ、そろそろね、私、イリュージョンする。あ、イリュージョン。あ、人なんですね。いろいろね。人でしたね。中からね、なんか出てくる。出てくるんですか。見たくないけどね。いっちゃん、聞いてないよ、いっちゃんくるって。そうなんですよ。一生懸命フィニャッシーがいろいろやってるんですけど、新庄君とイチャつくというね。そうそうそう、ここできてる。もう散々磨きました。ここできてるんだね。散々磨きました。ここできてるね。みんなが写真撮りたいもんね、こういうのね。そうね、写真撮りたいですね。私この辺で喋ればいいかな。ここならみんな撮れる。私邪魔くらいで。そんなに遠慮する子じゃないでしょ。だって必要ないや、この感じで人間体はいらないでしょ。いるいるいる。つながないと、だったらノリノリに変わるか。それは困る。あ、ほら。それは困る。あ、それでスタンバイしてんじゃないんだ。森時さん喋り出したらもう大事故になるからやめても。ね、本当に。つなぐと言いながら前置いていきますからね。誰が拾うんだそれみたいな。本当に。もうよし、ほら子供がいるから言っといて。ほらほらほら、左だ左。いやでも白川は1年目でした。フニャッシーの使い方がザッキング。ほらほら左に行ってこいってひどくない。あなたのベッドじゃないんだから。ちょっとやってくれ。じゃあどうすればいいんだ、このステージ。あのみんなのところ行くよみたいな。そうね、そう優しく行ってこいとか、左ほらほら左ってちょっとね。いいじゃないか。そうや。そして、うん、この3人はどうしたらいいの。これはこの3人ですか。はい、いっちゃんどうしたらいいの。とりあえずね、今いっちゃんはラブラブしてればいいの。ここで違うんですよ。何、ここはね、もう代表して、うん、この2体はイチャついて終わりですから。うんうん、大した芸もなくイチャついてただ終わるという。あ、そうだ、イチャつくために出てきただけだね。 それを見てただもんも写真を撮っているね。あ、ちょっと変わってるのね。お前は甘やかしすぎなんだよな、大体な。じゃあせっかくだから新庄君とイッちゃんはもう少し前でイチャイチャしたら。そうするとみんなが写真撮りやすいから。そうするとこの白川君どうすればいいんだっていう話。あ、大丈夫、白川は白川君って誰。聞き逃さないわ今の。白川君って誰よ。いや、さっきまでね、あの羽生の白川君って話だから。タケちゃんと、タケちゃんと間違えちゃった。違う、白川はモノマネができるようになって。そうなんですか。そうよ、とても上手な。何、フニャッシーのモノマネとか。あ、できるできる。できるの、色だけ。白川フニャッシーのモノマネだって。ちょっと待って、困ってるじゃないか。めちゃめちゃ困ってるじゃないか。どうすんの。さあキング、そろそろね、うん、そろそろお時間ですよ。パネルが出たから、ちょっとね、あの最後にちょっとこういうひどい状況になったのを、はい、ちょっと社長に謝ってもらおうと思うけど。社長に。そう、ここで大丈夫。ちょっと待って、社長。すみません、ヒートの伊沢と申します。社長、ごめんなさい、あの今年フナッシー連れてくることができませんでした。なんだと。すいません、白川の市長いますか。ごめんなさい、あの
ブッキング失敗しました、ごめんなさい。なんで今回はふにゃっしーを連れてきました。なんで皆さん、あのふにゃっしーだと思って可愛がってあげてください。明日もいますのでね。で、来週は隅田で、あの2日目ふにゃっしー出ますので、また皆さんそちらで会える。ごめんなさい白川の皆さん、ごめんなさい。来年は連れてきたいと思いますので失礼します。大拍手。写真撮影して終わろうと思います。あ、お子さん大きくなりました。お子さんがね、そのね、やられてるままの新居、写真撮るよ。はい、写真撮ります。キングも一緒に、はいはい、はい、みんなでね、お写真撮りたいと思います。まず正面からいきますよ。はい、ポーズ。撮れました。続いては新庄くん側です。新庄くん側のお客様、はい、行きますよ。はい、ポーズ。はい、今度はキング側行きます。キング側のお客様です。はい、ポーズ。いっちゃん後ろにも顔があるからどちらかわかんの。はい、ありがとうございました。さあ、それじゃあ最後にね、キング。そうですね、やっぱりあのふなっしーといえば、うん、ナッシナッシコールをね、そうですね、やりますけども、はい、今日は皆さんふなっしーですから、うん、にゃっしにゃっしコールで、そう、にゃっしにゃっしでよろしくお願いいたします。じゃあ、にゃっしー、あのふにゃし真ん中でちゃんとやった方がいいよ。あなたのステージだから、ね、そうそう、もう常に脇役みたいなことばっかりしてるけど主役ですから、うん、大丈夫。一応前出ていく、はい、大丈夫かな。はい、そうか、しゃべるからわしだけか。白川くんが白川くん、白川くん、俺からミドルネーム白川くんで。はい、じゃあキングよろしくお願いします。多分来年にはタケちゃんと呼ばれてるおかしい、名前間違えてるからね。はい、じゃあ行きましょう。それでは行くぞ、にゃっし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 。はい、ありがとう。はい、皆さんも大きな拍手お願いします。はい、今回のね、突然 MC させられました、いざキング、大きな拍手。なんだかわかんないけど名前が間違えられてる。やだー。はい、大崎一郎太郎、新庄くん、そしてふにゃっしーでした。どうもありがとう。はい、帰るよ。ステージ続きますので、どうぞこの後もお楽しみください。